はい、すいません、遅れました。どうもこんにちは。はい、それではですね、これからワオキツネザルがいる東武動物公園の中のですね、ふれあい動物の森っていうエリアがあるんですが、そちらの方のですね、ワオワオガーデンというところにね、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ここですね、東武動物公園の中にあるふれあい動物の森ですね。ここはですね、ここに模型があるようにですね、ウサギとかヤギとかね、あとポニー、あとカンガルーで、それ以外にもですね、羊もいますし、あとね、アルパカとかゾウガメで、ちょっと今ね、ヒヨコとかモルモットの触れ合いコーナーについては、やっていないんですが、このような、ね、動物たち触れ合えるね、エリアでございます。はい、でその中のですね、ワオワオガーデンというですね、まあ、ワオキツネザルというちょっと変わったお猿さんがいるですね、エリア、はい、こちらですね。はい、ワオワオガーデンに着きましたが、ここはですね、ワオキツネザルがですね、中にこう自由に動けるようになってまして、はい、いいですか。はい、はい、すみません。中にお客さんがね、こうやって入って、まあ、餌やりもね、できる。ちょっと今ね、餌やりの方は中止しているんですが、はい、はい、すいません。こんな感じでね、みんなのんびりとはい、しております。さあ、ワオキツネザル、ね、初めて見る方もね、中にはいらっしゃるのかな。うん、まあ、ワオキツネザルをね、お話ししますと、マダガスカルというね、アフリカ大陸の横にあるね、大きな島国ですかね、うん、でそちらにね、住んでいるお猿さんですけど、まあ、見た目ですね、ちょっと皆さんね、想像するお猿さんとはね、違うんですけど、まあ、原猿類って呼ばれるね、大きな枠組みの中のお猿さんということで、ちょっとね、顔もね、キツネザルっていう名前がついてるだけあって、ちょっとキツネみたいなね、顔をしてます。で、ワオキツネザルのワオっていうのはですね、別に驚いてるワオじゃなくて、尻尾ですね、それでワオキツネザルっていう和名がついてますね。はい、ですので、まあ、こんな感じで皆さんね、のんびりとこの時間ですと、うん、ちょっと日向ぼっこしてね、まあ、昨日配信しましたミーアキャットもね、一緒ですけど、太陽に向かってね、お腹を向けて体を温めててね、そういうね、行動をとるのもこのワオキツネザルのね、特徴の一つであります。はい、うん、かわいいですね結構近くまでね、俺今ね、から顔まで大体、うん、20センチない、10センチぐらい10センチ、眠そうな顔ですね。眠いの、眠いですかね。はい、ちょっと電波がね、カクカク気味ですいませんね。ちょっとね、くっついておりますけど、はい。で、今東武動物公園もね、月曜日から営業をね、再開しましたんで、今多くのお客様ね、ご来園いただいております。はい、どうですか、大丈夫ですか。まあ、このエリアはですね、マダガスカルのね、行くといっぱいあります。このバオバブの木をですね、ちょっとイメージして作ったこの造形の中がですね、ちょうどこう祠みたいになってまして、この中でね、寒い時はワオキツネザルはね、ゆっくりとのんびりしてるんですが、今日はね、暖かいので、あまり入ってない、ほとんど入ってないですね。はい、こんな感じで入り口にね、こういます。はいまあ、尻尾のね、このほら、輪っか状なっていうのもね、これで見えるかな。うん、はい、ね、いいです、のんびりしてていいですね、なんか眠そうでね。はい、ワオキツネザルです。うん、ね、手足もね、指も見えますかね、結構ね、指も、うん、長いっちゃ長いですけど、うん、
あと顔もね、こうやって目の周りが黒くて、まあ特徴的、なんかちょっとピエロみたいなね、そんな感じのね、顔立ちしてますけど、まあそれぞれよく見るとやっぱりね、顔のそういう色合いとか形とかも、それぞれワオキセレザルにごとにね、ちょっと違ったりして、担当のね、指示係はそういう顔を見たりしてね、識別をできるということでね、はい。ね、みんなね、こうやってほら歩いてます。ちょっとね、触れ合いがね、ここ触ったりがね、できないので、ちょっと餌やりも今ね、中止をしているんで、ちょっとこのぐらいの距離が、はい、そうです。結構ね、マダガスカル自体がですね、やっぱりこう、島の国で、ね、いないせいか、温厚な感じの、性格というかね、になってるのか、これ人懐っこくていいですよね、これね。もうペタってつけても、おー、どうよ、どうよ、どうよ、踊るじゃん、全然。いや、ね、ね、踊っても逃げます。何何ですか、つね、うん。毛はね、結構細くてふわふわしてますね。だから濡れるのはね、そんなに好きじゃないかもしれないですね。雨の日は、祠の中によく入ってます。はい。いやでも今日はね、ほんとね、風が穏やかでね、あったかい日なんで、ワオキセザルにとってはね、絶好の日光浴日和ということでね、みんなこうやってね、地面にね、座って、日光浴してます。ああ、ちょうどこれすごいですね、この尻尾。ほら。このね、ワオキセザルの名前の由来通りね、こう尻尾がね、こう黒い、こう、輪っか、白と黒の輪っか状になってますね。ここにいるとね、ほんとね、のんびりとしたね、気持ちになれるんで、もしね、東京で遊びに来た際にはね、ぜひとも中ね、入っていただいて、ただちょっとね、時間の方が何時から何時ってね、決まってるので、そこだけね、注意してください。うん。そうです、そうです。はい、おー。さあ、もうね、今日半時なんで、今日はおしまいかな、これでね。はい、さあもうみんなね、担当のお姉さんがいろいろとね、終わりの準備をして部屋に入るの分かって、みんなそわそわし始めました。さっきまで寝てたのにね、そわ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 ね、し始めました。これね、ほんとね、この、時にはね、この尻尾をですね、特にオスについてはこの手のですね、内側に臭腺がありまして、それをですね、そこから出た分泌物を尻尾にね、こすりつけて、プン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 前にね、振ってですね、相手に対してこうアピールするみたいな、そういうね、仕草もね、するそうです。うん。で、ワオキセザルもですね、ミヤキャット同様に、メス、ね、女の子が強い群れでして、うん。一匹のね、メスに対して多数のオスたちがね、くっついて、一つの群れができてますんで、意外とね、動物そういう、なんだろうな、群れの構成ってね、結構目立ちますよね。うん。まあ、ね、やはり女性が強い方がね、世の中うまくいくみたいな、そんなとこあるんですかね。あ、ない、もうね、入りたいんですか？もう。あなた誰ですか？ボタン。え？あ、ボタン。あ、懐かしいボタンちゃんですね。はい、あっちは誰ですか？くるみちゃんです。これくるみちゃん、はい。くるみちゃんです。で、え？これ水木。ああ、ずいぶん大きくなった水木。水木くんですよね。水木くんですね。はい、水木くんです。はい、水木くんです。はい。うん。ね、全部名前わかりますよね。すごいですよね。奥にいるあの子は誰ですか？うん、ライム、ライムちゃん、ちゃん、バニラ、あ、バニラ覚えてる、バニラ、はい、あなたは、あなたクルミ、あ、クルミまた出てきた、で奥はマロン、クルミちゃんの双子、クルミちゃんの双子だって、あ、なるほど、栗とね、クルミとちょっと似てるんでね、なるほどね、そういうことですか。という感じでね、担当者は全部見分けがつきます。まあ
まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、私はね全く分かりません。以前ねここのエリアの担当だったんで、その時ねこちらでよくこうやってお客様ね、お相手してる時は、半分ぐらいは分かったんですけど、今はねもう全く分かりません。名前だけ聞いてね、あーってね、そうなっちゃった。そうやっぱみんなね、やっぱ同じに見えそれはしょうがないです、当然です。やっぱりね、担当者ってない、おお、やってる、これワオキツネザル、ほらなんかね昨日見たねミヤキャットにねちょっとね似てますよね。まあマダガスカル自体もですね、南半球ね赤道に近いところに、ありながらもやっぱり朝夕の冷え込みがある場合についてはこうやってね朝日光に当たって体を温めてからね、活動するなんてね本には書いてありましたので、やっぱりね太陽っていうのはねやっぱり命の源というかね、やっぱり太陽はありがたいですよね。まさしくね太陽とともにね生活してるみたいな、そんな動物かなとは思います。ね顔が眠そうなんですね。よいしょ。ほら、いい感じでお座りして。好きですか。手もねほらちゃんと、ちょっとね手の形は似てるとは若干ですよね。指、人差し指でね、お、来た。来たの、お釣りに来たの。ね。はい、こんな感じでね、ワオキツネザルが触れるワオワオガーデンですね。皆さんも遊びにね、来てみてください。でほら尻尾、ね、結構ね意外と多いんですね。もうねそうですけど、なんかのんびりした感じの、雰囲気がねなんかすごくいい方が、ね、多くて、ね、足を運ぶことも少なくありません。さあ、もう終わりですか、ここは。じゃあ最後ね部屋に戻るところを見て終わりにしましょう今日はね。さあみんな集まってきましたね。え、分かってます。入ってった。はい、こんな感じでね、中は、はい、ジャングルジムみたいなのがあって、はい。さあ、これからご飯の時間でね、ちょっと、まだちょっと早いね、ご飯ね。これからだね。はい。
はい、ありがとうございました。さあね、今もう皆さんね、皆さんっていうか、ファンのみんな帰っちゃったんで、はい、これでですね、今日の放送の方はもうね、ちょっと終わりにさせていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、あのちょっとね、まあここから紹介しましょうね。ワオキツネザルということでね、一応こういう動物です。はいね、よろしいでしょうか、ワオキツネザル。はい、そうそう、あとね、今ワオキツネザル、ワオワオガーデンにいるね、仲間たちはね、これだけいます。はい、たくさんいますね、もうね、覚えらんないぐらいも、うん、みんなね、可愛い名前ついてますけど、ね、それぞれね、やっぱりね、特徴的なね、顔と名前ですね。はい、ももくんね、ももくん、ももくん28日、誕生日ですね。うん、まもなくですね、28日誕生日。とかみんな結構3月生まれが多いのかな、ね、はい、こんな感じですね。はい、こちらね、ワオワオガーデンから今日はね、YouTube ライブをやりました。はい、こちらですね、時間の方が先ほど言った通りですね、こう決まってますので、平日はね、1時から3時、土日祝日は11時から1時と2時から15時までということで、時間決まってますので、お間違いないようにね、お願いいたします。で、また今、おやつコーナーね、やってはいるんですが、はい、ちょっと今ね、はい、中止をさせていただいておりますので、ご了承ください。またね、収まりましたら、はい、また復活の方はしますので。はい、どうぞお楽しみにということでね、お願いいたします。はい、それでは、ちょっと今日は短いですけど、はい、これで終わりにさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。本日はご覧くださいまして本当にありがとうございます。お客様にご案内申し上げます。ただいま、ふれあい動物の森内、アルパカ展示場におきまして、アルパカさんのおやつコーナーを開催しております。アルパカのおやつコーナーやってるのか。1パック300円で、アルパカさんとふれあいながらおやつをあげることができる。ですので、どうぞお早めにお越しくださいませ。どうぞ、ただいまアルパカさんのおやつコーナーをお願いします。どうも、こんにちは。あ、くっと、はい、くっと、はい、かわいい子だね。はい、いいです、大丈夫です。最後、ラストです。こっちこっち、こっちこっち。まだあるよ。白桃まだあるよ、あと1個。また1個あるよ。白桃。白桃。一つだけ残されてしょうがない。気づいてくれって。白桃まだあるって、ほら、もう1個ほら。白桃。はい、気づいて、あ、よかったよかった、あ、よかった、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、じゃあ失礼します。
どうぞ。食べてないで触っても大丈夫です。置いとくと取れる。そうですよね。そうですよね。あれやっぱり残すんだ。お残しのラムですか？静かに。ちょっと残す。食べる。まだお腹いっぱいになってないかな、大丈夫かな、誰かそこに。子供だとあれですかね、抱っこした方がいいのかしら。あ、下からでも大丈夫です。え、今来ました。あっという間に。チョコは入れたよ。あっという間に食べちゃった。あっという間に食べちゃった。おやまだ全部入れてんだよ。じゃあココも入れてごらん、ね、そこに。はい、ちゃんカップ持ってたよか。はい、はい、どうぞ。フライパン1個ずつ入れて。じゃあコックもどうぞってやってごらん。どうぞって。そうか、食べてないで触っても大丈夫。ハクト君に、おやつもあげることができます。本日はご覧くださいまして誠にありがとうございます。お客様にご案内申し上げます。ただいまふれあい動物の森内アルパカ設置場におきまして、アルパカさんのおやつコーナーも開催しております。1パック300円でアルパカさんとふれあいながらおやつをあげることができるイベントです。ただいまの時間、数量限定ですので、どうぞ早めにお知らせませ。白玉来ました。白玉、はい、白玉来ました。
どっちに、あー、羊ですね、はい、羊に近いです。まあ、ね、牛のムグッド、羊に近いです。どっちに近いって言われると羊に近い、はい、まあ、一応アルパカもラクダの仲間なんですけどね。樹木ラクダ科ですね、はい。今ね、グッドって言うのと樹木って、ね、言ってますけど、グッドの分かりやすいですけどね、グッドって本当に、はい、グッドですね。めっちゃそういう呼び方なんでね、うん、あとはグッド定木と木定木の差ですと、そうですね、胃腸のシステムが違いますね。偶定目、牛目は半数重で半数しますけど、馬目はね、盲腸が、ね、発達してますので、半数はしませんね。はい。どちらかというと、ね、牛目の方が荒れた大地でも生きていけるとね、咀嚼ってね、反芻してよりね、食べ物をこう効率よく消化しやすい栄養素をね、吸収しますんで、うん、馬よりかもはね、反芻獣の方が荒れた大地ではね、生きていけるかなと。あ、でも今日です。本当に、朝晩はちょっとね、少し、涼しいですけど、でも、うん、まあ、桜後ろね、まだ満開までいかないですけどね、この木は八分咲きぐらいかな、今、うん、でも綺麗ですね、はい。こんな感じでですね、アルパカのおやつコーナーも間もなく終了です。ハクト君は、まだもらえるかなということで、ちょっと期待をね、胸にね、うろうろとお客さんを何ね、終わっちゃったね、もうね、終わっちゃいましたね、もうね。お客様にご案内申し上げます。ただいま、お出会い動物の森内アルパカ展示場におきまして、ああ、週末、そうですね、明日からね、ぐんと暖かくなる、今週週末暖かくなるんで、まあ、確かに週末がもう見頃で最後かもしれないですね、もしかしたらね、うん、ちょっと分かりませんけどね、なんかイメージ的には確かにね、そんな感じもしなきゃないですね。変わっても大丈夫です。
はい、こんな感じ。いやでも今日はね、お子さん連れの方もですけど、女性2人のとかのね、あの大人の方のお客様もね多いですね。桜とかの花見も兼ねて、なんですかね。あ、この木も、ここはほぼ満開に近いぐらいですね。このヤギのところもね。いやでもね、空が青くてね、こう冷えますね、これね。いや綺麗ですね。意外とそうなんですよね。意外とね、その雨がね、いいとこで降るんですよね。確かにその通りです。だいたいね、あのいい感じのとこでね、雨降って散っちゃったねなんてね、よく話しますが、あ、この子綺麗だな。どうですか。綺麗ですよね。ちなこも泣いてます。元気ですね。まだ早いね、帰んのはね。帰るのはちょっとまだ早いかな。もうちょっとね、もう私には反応してませんね。お客様にご案内申し上げます。ただいまの時間をもちまして、アルパカさんのおやつコーナーは終了いたしますので、ご了承くださいませ。なんかワオキセネザルのおやつだけじゃ終わんなくなっちゃう。あ、ここもなんか桜を巡るなんか配信になって、ここも綺麗ですね。ちょうどここはね、桜の木の下で、こちらのウッディーツーっていうね、スナックですかね、売店があるんですが、こちらのね買って食べることができるんで、さあ今はですね、ペンギンガイドですね、トークですかね、ガイドとペンギントークはやっております。はい、氷があったりとか雪があったりとかね、そういうところを想像すると思うんですけど、そういうところに住んでいるペンギンさんの方が実はね少なかったりします。こちらのフンボルトペンギンも日本に似て、気候が似ているような暖かいところに住んでいるペンギンさんなので、はい、真夏でも東部動物公園では外で生活をしてもらっています。お客様にちょっとガラスから離れてね、見ていただいているということでね、ちょっとね、はい、間を空けてご覧になってくださいというね、ご案内をしながらということで、ちょっとね、本来であれば、あのガラスにくっついてね、近くでっていうのもあるんですが、はい、まあ、そういう状況でございます。そういった時はね、プールで泳いで休んでもらったりしながら、ガイドの時は、大地の方にはね、ちょっと登れないようになってます。一種類ペンギンさんいると言ったんですけど、実はね、もう一種類のペンギンさんは逆に寒いところに野生では住んでいる、子たちです。キングペンギン、っていう。さあ、それではね、最後ね、白玉ちゃんじゃなくて小麦ちゃん、小麦ちゃんをね、ちょっと見てお話しして結局ね、私が見たいだけなのかもしれないですけど、小麦ちゃんを見て、はい、よし、はい、はい、小麦。
しい寝室10度ぐらいに設定してあるお部屋で生活してもらっています。よかったらこのペンギンドッグ終わった後にキングペンギンさんにも会いに行ってみてください。今日はね、こちらのホンボルトペンギンたちにご飯をあげていきたいと思いますが、まずはね、ここに集まってきてくれているのがね、食べたくて元気があるものなので、まずはね、お名前のチェックをしていきたいと思います。ちなみにホンボルトペンギンは全員34羽飼育をしているんですが、みんなね、ちゃんとお名前もついていて見分けもつくようになっています。どこで見分けをつけているかというと、まあ、もちろんね、お顔も、クラスのみんなみたくね、お顔もちゃんと違って見分けがつくようになっています。はい、てな感じですね。今日はワオキセイザルのね、いるワオワオガーデンの紹介と、その後はね、アルパカのおやつコーナーと、はい、ご紹介させていただきました。はい、それではね、最後羊で終わりにさせていただきます。はい、それでは、どうも皆さんね、今日もご覧いただきましてありがとうございました。はい、これでね、配信の方は終わりにさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。YouTube ライブこれ入っちゃってます。あ、これは大体入ってます。大丈夫ですね。ありがとうございます。毎日やってるそうですね。